寄ってください、できるだけ人と人くっついてください、こちら向いてください。記者様だから、こちらはあの失礼します、お歳なので全然使うことないんですけど、はい、それでは何枚か取ります、はい、皆さん向いて大丈夫か、 OK、 はい、ありがとうございます、ありがとうございます、第38回ポプラ賞見事連覇、鈴木圭介騎手です、おめでとうございます。ありがとうございます。まず今年もトップハンデ万栄重量800キロでしたが、この発表があった時鈴木ジョッキーどう感じましたか。そうですね、ハンデの数字を見たらちょっときついかなとは思いました。はい、実際レース乗っていかがでしたか。800キロという重さ戦国レース感じてましたかね。そうですね、だけどまあそれ以前にあのオープンバー一級品とかで結構レース揉まれてるんで、はい、まあその辺は対応はできると思いました。はい、レースの方振り返りますけども、第二障害仕掛けるタイミングなど、手応えなどいかがでしたでしょうか。そうですね、本当馬も落ち着いてたんで、道中も思った以上に息入れれたんで、まああとは障害膝ちょっと甘いんで折らなきゃなんとかなると思いました、はい、二障害を3番手で下りました。まだ前に2頭いましたけど、下った段階でこれはいけるなという手応えありましたかね。まあ手応えはまあ十分あったんですけど、まあ降りてから前に2頭いたのがちょっと見えなかったんで、あ、はい、降りてから見えました。はい、はい、ゴール前抜けた時はどんな思いでしたか。そうですね、まあ20メーターくらいの時にまあやや並びかけたんで、まあなんとかなると思いました。はい、いよいよ戦国レース、来シーズンから古馬としての戦いが始まりますけども、来シーズンの抱負なども含めて鈴木ジョッキー、最後に万栄ファンに向けて一言メッセージお願いします。またまあ来年は春からほとんど一級戦で走ると思いますけど、また応援よろしくお願いします。はい、鈴木圭介騎手でした、ありがとうございました。第38回ポプラ賞勝利、見事史上初の2連覇、成し遂げました築舘重利調教師です、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。まず重量が800キロと発表されましたけど、この時はどういう思いでしたか。はい、まあやっぱりあのちょっとハンデ差が、60キロですか、はい、ちょっとそれがちょっと引っかかってました。あのまあ、天馬賞で三冠を達成してその後一度使われて今日ここのポプラ賞でしたけども、はい、ここまでの調整過程はどのような過程だったか教えてください。まあ、あの走路開放を使いながら、まあ、これポプラ賞に向けて、まあ、調整を取ってきました。はい、ポプラ賞に向けての調整っていうのはやはりその重さ重量に対してのこう対応というか、重量とあとまあ体調管理、うん、ね、それをまあちょっとあの気をつけてやってました。はい、ちなみに体調は良かったですか。ちょっと一度ちょっと熱をちょっとあったんで、それがちょっと気にかかってありました。はい、今日ちょっとパドックでいつもよりうるさいようなところを見せてた気がするんですけど、先生から見てどうでしたか。まあまあそうですね、思ったより元気はありました。レース振り返ってどのような思いでご覧になってましたか。まああの何ていうの、目標にしてた、はい、ポプラ賞も取れたんで、はい、あのホッとしてます。来シーズンからはいよいよ古馬としての戦国レース戦いが始まりますけども、どのような期待をお持ちでしょうか。まあ多分もう一級戦で走らんじゃないと思うんで、はい、まあ、そこでも活躍できるように、頑張ってくれればいいと思います。はい、
そして継ぎ立て先生は今シーズンこれで10勝9勝目ということで、はい、すごい記録だと思いますけども、来週もね、あの人気馬出走ということですけども、なんか強さの秘訣などはありますか？いえいえ、もうたまたま運に恵まれて、はい、わかりました。小倉賞を制しました継ぎ立て重人調教師でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。